はいどうも、こんにちは、ブチャンネルでーす。エレグ実装されましたね。どうやらね、分配ダメージに関してのパーセンテージが、なんか乗算されるっぽくて、まさかの。まぁちょっとね、性能比較というか、まぁいろいろ見ていこうかなと思います。はい、ということでね、ブラノア編成とエレグをブランと入れ替えた形で、分配ダメージキャラの火力比較。と、まあ、全体のね、どんぐらい火力が出たかっていうのを比較しました。で、その結果、こんなに火力変わらなかったです。思ったよりも。まあ、赤と青でね、比較で出してはいるんですけど、まあ、ドロシーはね、ちょっと1000万ぐらい差が出てるので、若干相性はいいのかなと思います。まあ、とはいえね、ブラノア編成に同じぐらい火力出せるんだったら強いんじゃないって思うかもしれないんですけど、エレグ自身にね、ヒーラー能力だったりはないので、単純にブランの入れ替え要因になるかと言われると、ならないんですよね。はい。なので、エレグ以外にもヒーラーを入れなきゃいけないと。バースト3にヘルムを入れたりとか、まあ単純にラプンツェルとかをね、入れて継続ヒーラーを入れなきゃいけないってなってくると、全体の火力が落ちてしまうんですよね。ここまでしてクログレンを編成崩して入れるわけにはいかないので、まあじゃあ他のパーティーを組みましょうということで、ドロシーと水着アニスを主力として、ヒーラーをビスケットにした感じですね。ビスケットのバーストスキルが味方の支援型の攻撃時にドレイン効果を付与できるので、まあ安定して継続した回復を見込めるわけじゃないんですけど、まあ、火力を出しつつ HP 管理をするってなるとこの形かなと。でね、さっきの編成だと初動以降は60秒に1回回復っていう感じになっちゃうので、それがねちょっと厳しいよっていう場合は、純粋に、エレグだけバースト2に置いてもう一人ヒーラーを入れるっていう形ですね。まあ、これもまあ安定して強いかなと。まあ、あとはね、水着アニス持ってない人、それとまあ初心者の方で、ドロシーだけ持ってる人は、ドロシーとエレグ、まあ、プリバティはね、初心者の方も、ミッションクリアでもらえると思うので、ドロシー、エレグ、プリバティを軸にして、残り2枚をアタッカーとヒーラーで埋めるのが、まあ、無難ですね。まあ、他にもね、編成いろいろあると思うんですけれども、現状この辺で、まあ、キリがないんでね。一例ということで紹介しました。紹介しながらね、皆さんも分かってると思うんですけど、現状めちゃくちゃ必須だなっていうキャラではないので、まあ、引く人はね、考えつつ、またね、イベント発表とかもあると思うので、そろそろね、でかいイベント来ると思うんですよ。うん。で、いいキャラ、両キャラ、強いキャラ出ると思うので、まあ、一個言っとくと、チケットは使わない方がいいです。チケット使ってまで取るキャラではないので、現状ね。はい。石、とりあえず使ってみて、まあ、当たんなかったら、まあ、スルーでいいかなぐらいの心持ちで引く方は、チケット使わずに、行きましょう。まあ、使っちゃったよって人は、んー、まあ、しょうがない。まあ、貯めましょう、またね。はい。というわけで、今回はこの辺で、よければ、チャンネル登録、高評価、押してってください。ではでは、また次回の動画もしくは、生放送でお会いしましょう。またね。